曲家の水谷康則です。サラ・オレインです。今ですね、収録がサラの歌が終わったところです、ね、どうでしたか。お疲れ様でした。お疲れ様でした。結構の対策ですね。対策ですね、はい。今回ね、サラの声だけを使って何本何トラック撮りましたかね。でも10人ぐらいは10人ぐらいはサラがいた。サラがあ、そういるかもしれないです。でも初めてですね、自分の声だけでこう合唱っていう。そうだね、はい、ちょっと教会っぽい音楽で、うん、ね、一見まあこう歌詞も音楽もこう綺麗に聞こえるんですけど。そうですね。でも実は実はね、死のテーマ、うん、死の歌、死のテーマということで、はい、ずっとね教会音楽っぽいのをサラ一人で歌ったらどうなるんだろうと思って、うん、一曲作ってみたかったんですよ。それがちょうどね今回のこのゲームにマッチしてて、はい、作ることができました。ありがとうございました。この死の歌っていうコンセプトなんですけど、うん、まあ、三浦さんの書いた音楽も、うん、こう、まあ、教会音楽である意味ちょっとポジティブに聞こえると思うんですけど、ね、歌詞も同じく、まあ、どっちでも捉えられるんですけど、うん、ポジティブなメッセージもあるんですけど、もちろん隠れてこう死っていうメッセージもあって、うん、まあ、今回英語とラテン語でこうミックスで書かせていただいたんですが、そうですね、うん、まあ、特にラテン語はこうミサでよく使われる歌詞を入れてみたんですけど、うん、まあ、それもまさにこうまあ、レクイエムっていうかこう死の、ね、うん、歌っていうかそういうテキストも入れてみたり、うん、でも今回もこう、まあ、グリムドアみたいにこう一見こう美しいものだけど、ね、本当はそれが結構恐ろしい、うんっていう、うん、よく見ると怖いよねっていう、はい、うん、だからよく聞くとすごく怖いなっていう、はい、うん、一見やっぱり曲調もねメジャーですごく明るい感じに聞こえるんですけど、うんうん、はい、よくよく意味をこう紐解くと非常に怖い歌、はい、ちょっと恐ろしい、うん、ちょっと恐ろしい感じかなという感じにね、はい、仕上がったかと思います、はい、明るい楽曲なんですけどこうやっぱり神秘的とかちょっと暗さをこう、うん、まあ、歌詞と歌い方にも表現してみたんですが、うん、なるほどね、うん、で僕はね今回その結構和声的に、うんうん、その非常に面白いこう仕組みを、はい、うん、まあ、サラの声だけで表現した時に一番綺麗に響くような形でちょっと作ってみたんですけど、うんうん、多分うまくいったとうまくいったと思うんだけど、うん、まあ、最初はこう、まあ、メインのラインにはもちろんこう歌詞があるんですけど、うんうん、他もこうコーラスがいっぱいこうレイヤーがあって、そう最初はまあ歌詞がなくてもいいのかなっていう話だったんですが、うん、でもやっぱりこう、まあ、壮大なこうバッハとかそういう感じで、ね、ちょっと歌詞を全てのラインにこう入れてこう、ね、うん、クロスしてるというか。そうだね、あれ結構、はい、それはちょっとこだわりましたね、うん、結構うまくはまって、うん、いろいろな歌詞がこういろんな方面から聞こえてくるっていう、はい、はい、うん、それは非常に面白く仕上がったかなと思いますね、うん、今回は特にこの音楽を聴くとこのプレイヤーがこうちょっと、うん、ね、恐れるっていうか、うん、そうね、結構重要な音楽とシーンなので、今回はちょっと死神に死神になった気分で、はい、でこういうなんかブルーの、うん、ストーンも、うん、その関係してくるんですね、はい、関係してくるので、うん、そうですね、それはゲームをぜひねプレイして、まだまだ先は長いですけど、はい、はい、まだまださらにもね今回そのバルキリアの歌だけではなくていろんなその、まあ、エンディングテーマであったりとかっていうのも、はい、これから歌ってもらおうと思ってますので、さらに魅力がねすごく詰まったゲームになるんじゃないかなと思ってます、ぜひご期待ください、はい。